ウェブ上の番組ですので、よろしくお願いします。まずは一応ちゃんと真面目な、不思議なツーショットですけど。県予選は全く出ずに、はい、決勝だけ、はい、出て、はい、優勝、県で優勝して、はい、で全国大会はずっとベンチにいたので、はい、あんまりいい思い出はないです。回戦覚えてないな。確か勝って、はい、結構大差で勝って、はい、2回戦にその年準優勝した岐阜工業、はい、めっちゃ強い時じゃん。片桐とか、片桐選手とかいた時、はいはいはい、めっちゃテレビで見せたこれ。あんてか、そこで、で負けました。負けました。はい、そして大宮東。大宮東マジ情けないっすよ。3年間で1回も出たことないっす。え、インターハイは出たんですけど、はい、選手権は一度も出られず。まあでも激戦のイメージがありますけれども、埼玉。いや激戦っすね。はい。そうっすよ。まあ結構いいとこまで行くんですけど、はい、最後やっぱりその強豪校が残った時に負けてたし、はい、僕らが3年生の時はもう県大会1回戦で、はい、まさかの、まあ、その当時僕らよりは絶対に下馬評では下のチームに、はい、6対4でまさかの6対4野球のスコアぐらいで負けました。高校サッカー3年間サッカー部だったっていうのは玉井選手、どんな思い出がありますか？サッカー部、南高校サッカー部。とりあえず先輩、上下関係が厳しくて、はい、挨拶しなかったら走りみたいな感じがあって、はい、先輩怖いなっていうイメージしかないです。監督もまだ石橋先生？まあ、その時は鹿島先生。あ、鹿島先生、はい。一回シュートブロックで避けたら、はい、至近距離で顔面にボールをかけられたり、はい、そういう厳しい青春でした。青春時代でした。いや、まあ、とにかくきつかった思い出しかないですね。あ、まあでもきつかったけど、はい、結局今自分がこうやってプロでやれているのもそこの高校3年間っていうのはすごい大きかったですし、うん、で実際に僕が高校を選ぶときに、はい、サッカー部の監督から、まあ、一応大宮東から声をかけてもらったときに、お前を必ずプロにしてやるっていうのをこう言われて、はい、親がまさにそれに食いついて、はい、大宮東入学が決まったんですけど、はあ、まあその通りこうやってね、僕が違う高校を選んでればもしかしたらサッカーやってないかもしれないですし、うん、まあ、そういう意味では大宮東に行ってよかったなっていうのもありますし、うん、まあ、あとはその当時の、先生とかに感謝してますし、はい、まあ、何より親には感謝してますけど、うん、メッセージをお願いします。あと、あと横浜さんにもちゃんといただきたいと思います。玉井さんからお願いします。はい、何ですか？まず聞いてます、玉井さん。はい、愛媛のサッカー少年たち。どうしようかな。まあ、悔いの残らないように、はい、やってください。はい、ありがとうございます。はい、すみません。そして、河原選手。あ、まあ、選ばれた人間でしか、そして勝ち抜いた人間でしか味わえない場所だと思うんで、まあ、やっぱりその中でまた、いろんなプライドをかけてね、はい、真剣勝負ができる場なんで、はい、まあ、自分の成長につなげてほしいなと思いますし、はい、まあ、そしてまた自分の夢にね、また向かって、成長してほしいなと、そういう大会にしてもらいたいなと思います。田辺さんも全然取れ高が桁違いなんですけども、はい、すいません、これでいいんですよ。これで最後頑張ります。先のことは考えず一試合一試合どれだけ力を注げるかっていうところにかかってると思うので、はい、まあ、僕は何を考えてもうまくいかないので、はい、そこの1点だけを見つめてやっていきたいと思います。はい、まあ、みんなが、
のチームが指導してからずっと厳しいトレーニングをやってきたんですけど、やっぱり今こそもっと自分たちを追い込む時だと思うので、はい、まあ、それが練習中からもっともっと自分たちが、やらなきゃいけないっていう雰囲気に、ね、なってこなきゃいけないと思うので、まあ、その辺はこうベテランである僕でもそうですし、たまちゃんもそうだと思うんですけど、まあ、こういうベテランの人間がね、やることでチームはどんどん盛り上がっていくと思うので、まあ、たまちゃんと一緒に頑張っていきたいなと思います。はい。